はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はパワープロ2018 A 関連の続きをプレイしていきたいと思います。まあ、ちょっとここまでね、不甲斐ない成績をしばらく残してきてしまっているので、しっかりと立て直しを図っていきましょう。まあ、やっぱり選手のね、底上げ、能力の底上げが一番重要なんで、しっかりと練習効率を上げていきましょう。やっぱりアイドルが来た後にでっかい数字の練習を入れていくっていうのが多分一番効率がいいんじゃないかなと思うので。いや、豊川全然第二球種覚えないな。よし、みんな走力中心の機動力野球、打って走る野球ができそうな感じだな。魚屋に泊まると確か足が速くしてくれた気がするんだけど。お、ムービングファースト覚えたか、やっと。足速くしてくれなかったね、しょうがない。お、練習試合の申し込みがある。これはすぐにやりましょう。中堅の勝浦高校とやって中堅に戻ろう。まずはそっからだよな。感染してテンションと体力を回復して練習試合に臨もう。張り切りボーイ誰にする？まあ、平山だな。おっと、瞬間的にボタンを押しちゃって内容が確認できなかったけど、まあ、すでに秋の大会戦っているメンバーで戦いますからね。中堅の勝浦西高校にまずは勝とう。まずは相手ピッチャーの分析からですよね。有吉、対左打者は F 調子安定。まあ一回戦ってるもんな、有吉とは。ここは転がしていこう。とりあえず当ててくれないと始まらないからね。先制点だけは取られたくないからな。追う展開はもう結構しんどいからね、やっぱり。これは1、2塁間を抜けていきます。で、ワンアウトランナー3塁1塁か。で、次期ここは確実にどうする？セーフティーバント試みる？いや、引っ張っていこう。抜ける！よし。で、ここはもう確実に犠牲フライでいこう。お、犠牲フライといったらホームランだ。満塁ホームランだね。これ満塁男つくんじゃないか、いきなり。足が、もうちょっと足鍛えていかないとダメだな。これはゲッツー、狙おう。よし。いや、こういう試合をやってほしかったな。お、これはまた平山ホームランじゃないか。やるね。で、漆原も一発ありますからね。
これはちょっと高く上がりすぎかな。セカンドが抑えますと。うん、これは取れないか。まあ、守備はね、ほとんど鍛えて、すいません、鍛えてないんでしょうがないですけどね。うん、連打を浴びてるな。よし、最後は全力ストレート。ちょっと低めで勝負してほしかったのはあるんですけど、ボールがちょっと高めに浮いてるのは気になりますけどね。一塁は、おお、最後はゲッツーか。微妙だな、どこも。ここは、アイドルが欲しいからな、やっぱアイドルが。スケジュール見直しを早速。数字が大きいの欲しいからね。で、本屋に泊まっちゃおう。さっきの練習試合はね、投手がうまく抑えてくれたというのが一番大きいからな。まあ、満塁ホームランは、まあ、偶然でしかないですからね。なんとかね、中堅に戻りたいんで。第二球種覚えてくれたんで、ちょっと次の練習メニュースタミナに変えていこうかな。平山はそしたらちょっとパワーに変えていく。まあ、走力も B あればいいでしょう。一旦は。で、合宿に突入ですね、この後は。
よーし、この合宿だぞ、合宿。まあ、クイックが取れて牽制がついたのは大きいな。うん、守備職人になったぞ、村瀬が。なんか今回の合宿結構実りが多いですね。ちょっと練習試合欲しいよな。アイドルも最近来てくんないな。さあ、今泉どうする？ここはね、内野安打だな。足も速いし無理か。お、でも内野安打丸になったね。そろそろ練習試合欲しいな。新入生が入ってくる前に中堅に戻りたいですからね。
お、アイドルがいるぞ。で、ティーバッティング、これ結構期待できるんじゃないの。いや、ベースランニングの5が欲しかったけどな。まあ、しょうがないね。練習試合来ないか。まあ進路相談で。一回大きい練習入れたかったけど、ここは111で一旦ミソット社員のところに行きましょうか。で、来週の月曜日からちょっと赤が多い感じがするな。あそこは絶対止まりたくないぞ。で、インターバル走で一気にこの赤マスを抜けちゃいましょう。お、漆原に彼女ができたか。パワーヒッターの焦点に入れやがったな。パワーヒッターを誰に使うかだな。ミートが高い選手に使いたいよね。そうするとミートがそれなりにあってってなると、1年生で有望株は宮脇か。宮脇どう？あとは漆原。漆原にしよう。頼むぞ漆原。粘り打ちは威圧感を放つ。威圧感持ちの梶川。対左投手、これは平山に投入しよう。お、またあそこにアイドルがいるぞ。アイドルまでにうまく踏めるマスを用意しつつ、5の練習を用意するのが一番いいな。ないけど。なあ、一ばっかか。ちょっともったいないな、ここは。5、5が来ない。
今泉は総力 B まで来てる。結構頑張ってるね。弾道上げよう。漆原も一旦弾道だな。ハワイ日持ちですからね。宮脇も一旦総力に振り直しましょう。泉田も総力かな。村瀬はパワー、いや弾道上げよう。まあ、みっちり練習をしてきてるんで、それなりに自力はついてきてるんじゃないかなと思うんですけどね。さあ卒業式だ。しっかりプロ入り果たしてくれよ。いやプロ入りはもう決まってるのか。何になるかですね。ショップ店員西田くん、石森は占い師いらないな。角田はスカウト、まあこんなもんかな。まあマネージャーがいなかったですからね、この世代は。これあるからな、たまに。まあ、漆原を押していきましょう、今年は。練習試合欲しいな、練習試合。どうしても中堅に上がっておきたいんだけど。入ってくる選手のね、新入生の数が全然違い、全然じゃないけど一人違ってきますからね。ダメかな、どうしても欲しかったけど。日曜日の特訓マスは止まりたいですね。
お、渋沢がスクリを覚えた。高校生でスクリってなかなかないと思うんだけどな。阿部彦来い、阿部彦来い、来ないか。さあ入学式だ。ここで誰が入ってくるか。結構この先2年間変わってきますからね。新入部員は8人。松永、転生プロ。根岸、玉持ち丸。押し切り、萌ちゃん。代打ついてるね。で、石塚くんはさよなら男持ち、守備が D。堀口、粘り打ち、プレッシャーラン。対左投手は B。森下は対変化球丸。で、関野は初球丸がついてます。で、湯浅、湯浅、どっちだろう。対左打者 F。うん、A。まあまあ、こんなところかなっていうとこですね。はい、というところで、ではね、新学期も始まったところになりますので、今回はね、一旦これで終わりにして、次回この続きをまた頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。